長生き武将5選。こんにちは、春雷です。西暦200年前後の三国志の時代は戦乱が続き、医療も現代ほど発達していませんでした。当然戦争や疫病、貧困で現代よりも平均寿命は短かったのです。しかし三国志の武将には老齢まで戦場や政治で活躍し長寿を全うした長生き武将も存在しています。今回はそんな三国志の長生き武将5選をご紹介しましょう。老いてますます盛んな人、孔忠。陛下は関羽殿を前将軍に、孔忠殿を御将軍に任命いたしました。大丈夫のわしがあの老兵と同列か。これは劉備が関羽を前将軍に、孔忠もほぼ同列の御将軍に任命した時のエピソードです。正史に残る孔忠の高齢なことを表す希少な記述です。実は孔忠の生まれた年は記録がなく、実際に何歳で亡くなったのか分かっていません。正史三国志では冒頭の関羽の発言から219年に関羽が前将軍に任じられた際の劉備が59歳だったのを考慮して、関羽が少し年下で50代として孔忠を老兵と呼んだことで、孔忠は劉備よりも年上の60歳以上と推測されます。そして翌年に孔忠は病没していますので、享年は60代か70代ぐらいです。その孔忠が劉備に仕え、多くの戦場で武勇を振るい勝利を収めていたのが212年からの劉備の入植戦です。そして定軍山の戦いで劉備軍の主力として葬儀の名将花公園を破り討ち取ったのが219年です。驚くことに名将がひしめく劉備軍の中で主力に抜擢されて劉将軍と曹操軍を破った際はすでに60歳以上の高齢でした。そして病没する前年に天下の精鋭でこれまでの劉備が勝てなかった曹操軍を破る活躍をしていたのです。劉備に仕えるまでの記録や戦功の記録がほとんどなく、高齢になってから歴史に残る戦功を挙げたことが偉業でした。それでこそ中華で老いてますます盛んな人の代名詞となったゆえんでしょう。三国志演義ではさらに孔忠の老いてからの活躍が強調されています。関羽将軍、調査には孔忠という老齢ながら弓の達人がおります。くれぐれも油断なきように。調査征伐に向かう関羽の諸葛亮が忠告した一言です。そして調査で関羽と孔忠は一騎打ちで互角に渡り合い、孔忠の弓の腕前に関羽は舌を巻きます。そして曹操軍と関中をめぐる戦いでは、苦戦する毛達が劉備に援軍を求めると到着したのは孔忠と玄関の老将2人でした。曹操軍相手に援軍で送られてきたのがあんな老将では心もとない。陛下は何を考えているのか。毛達の様子では我々を老将と侮っている。我らの武勇を奴に目にもの見せてくれようぞ。こうして士気を高めた老将2人は奮戦し、見事に曹操軍を撃破して毛達の鼻を明かすのでした。そして演技での孔忠の最後となる医療の戦いではこのようになっています。やはり長鋒や観光といった若い将軍たちは勇猛で実に勇敢だ。これからは若い者たちの時代だな。それでは陛下に老将でも敵を討ち取れる武勇があることをお見せしましょう。そう憤慨するとわずかな手勢を引き連れて五軍へ無謀な突撃を敢行するのでした。その方を聞いて劉備はすぐさま孔忠の救援に向かいますが、孔忠は矢傷を負っており、その傷が原因で亡くなります。演技でのエピソードから孔忠が一段と老齢の名将として強い印象が定着したのでした。五の礎を築いた忠臣、
長相。老いぼれの長相め、わしを侮って出仕しないのならば、やつの屋敷に火を放って逃げ出したところを連れてこい。陛下、長相殿は火を放っても屋敷から出てきません。これでは長相殿は焼死してしまいます。なんだと、すぐ火を消すのだ。長相を殺してはならん。これは長相77歳、孫権51歳の出来事と言われています。長相が断固反対する公孫円との同盟を孫権が強行して同盟の使者が殺害された事件が起きました。孫権は長相の意見を聞かずに失敗したことを謝罪するため謹慎した長相を召し出すも、かたくなに屋敷にこもり出仕をしません。堪忍袋が切れた孫権が無理やり長相を召し出すために脅して屋敷に火をかけたのでした。しかし長相はそれでも屋敷から出ないために、孫権は仕方なく消火し、長相の息子が父を抱きかかえ連れ出します。そして孫権は涙ながらに長相に謝罪して、長相もその謝罪を受け入れるのでした。すまぬ長相、わしの考えが間違っていた。許してくれ。先王孫策は臨終の際に私に陛下を預けてくださいました。栄華を求め陛下の機嫌を取ることはいたしません。この約4年後に長相は長寿を全うして81歳で病没します。皇帝につき、すでに権威を持った孫権にも決して臆することなく、晩年まで孫権を諌め続けたのが長相です。孫策によって召された長相は徐州の名士として天下に名を知れた存在であり、多くの名士と交流を持っていました。長相の存在で孫策のもとには多くの優秀な人物と優れた名士が集まり、中央の情報網も充実したのでした。孫策の臨終の際は、もし孫権にこの地を治める器量がなければ、長州殿が代わりに治めてください、そう遺言しているのは、劉備が諸葛亮に遺言したことと同じ心境であり、同じ意味だったのでしょう。孫権陣営の最小となった長相ですが、その厳格さと頑固さで、まだ若く度が過ぎる行動が多い孫権と幾度も衝突します。虎狩りが趣味の孫権は騎乗して自ら狩猟していますが、ある日ついに虎の反撃に遭い、危うく命を落としそうになります。君主たる者、英雄と賢者を手足のように操る者です。決して野山で猛獣と争うものではありませぬ。ならばわしは安全な装甲車を作り、車内から虎を狩ろう。それなら長相も文句はあるまい。とお互いに譲らないのです。何せ父の孫権は軽装で敵を追撃中に伏兵に撃たれ、兄の孫策は刺客に暗殺されているので、長相は諌めているのです。ある日孫権が酒宴の席で臣下の者に水を浴びせながら、酔いつぶれた者へさらにお酒を飲ませようとします。長相はにわかに立腹して酒宴から退出し、それに気づいた孫権が長相の後を追います。皆で酒宴を楽しんでいるのに、なぜ立腹して退席するのか。昔院の中央は主治肉林の宴で暴君と呼ばれていましたが、陛下のこのような酒宴の行為はどうであろうか。このように孫権は皇帝についても臆することなく叱責してくる長相を疎ましく思っていました。臣下からは長相を上相の地位につけるように進言されますが、孫権はついにその最高位につけることはありませんでした。そして後皇帝へ即位時には、赤壁の戦いの際に堅くなに曹操への降伏を進言した長相に対して、このように発言しています。長相の進言通りに、赤壁の戦いで曹操に降伏していたら、私は今頃乞食になっていただろう。
25歳年上の何かと口うるさい長笑に苦言を呈して一泡吹かせたい孫権の気持ちが伝わります。しかし冒頭の会話のように決して長笑を恨むことなく最後まで謝罪できるような尊敬する大きな存在だったのです。蜀の滅亡にも立ち会った忠臣良化。それでは宗谷殿、宮中の諸葛仙殿に会いに行こうか。我ら70歳も過ぎて一日でも長く生きて国に尽くすのになぜ若造の諸葛仙に挨拶しなければならぬのか。良化は蜀滅亡まで最前線で戦った将軍で弱い70歳を過ぎていました。その戦歴は長く関羽の下で最初は文官として使えますが関羽が廃止すると呉に降伏します。しかし蜀への忠義を忘れずに自らが死んだと噂を流して母を背負って三夜をかけて蜀へ戻るのでした。そして呉征伐へ出征する劉備軍にたまたま遭遇するとその忠義を劉備に称賛されて武官として蜀に復帰します。諸葛亮の北伐に参加し諸葛亮亡き後も最前線で魏軍と対峙していました。凌州と揚州の最前線の隠蔽大使となると魏の揚州志士郭淮の軍と対峙します。軍勢を二手に分けて良化を攻撃しようとする郭淮に対して先手を打ち括弧撃破をして破っています。人材が枯渇する蜀軍の中で良化は歴戦の将軍として昇進し脅威とともに北伐を開始します。二度にわたる敵同の戦いで蜀軍は大勝してついに領州全域を手中にすべく敵同城を包囲します。しかし魏の賃貸の援軍が到着すると敵同城の攻略を諦めて蜀軍は退却するのでした。そして翌年に再び北伐を再開しますが南国の戦いで大敗して甚大な損害を出してしまったのです。良化は社稷将軍に任じられ前に王兵甲府あり後ろに張翼良化ありと称賛されていました。しかし王兵と甲府は没し残る張翼と良化が奮戦しますが諸軍は深刻な人材不足となっていました。敵よりも知略と武勇で劣っているのに戦い続ける脅威はどのように勝ちを得ようか。身を滅ぼすだけではないか。このように述べて脅威による現状の北伐に限界を感じてこれ以上の北伐に反対の姿勢を取るのでした。脅威は漢中の防備を固めて防衛に備えるようになりますがすでに蜀軍は成都からも孤立していました。魏軍は紹介と当該に命じて蜀へ侵攻を始めると脅威は成都からの援軍も得られずに孤立すると漢中を放棄します。そして脅威は良化と張翼とともに剣閣の要害にて魏軍の進軍を食い止めます。しかし当該が別動隊を率いて成都を吸収すると劉禅は降伏し良化も脅威とともに降伏するのでした。そして脅威と張翼が紹介を誘い反乱を起こすも失敗し混乱の中で全員が殺害されますが良化は生き延びています。良化はすでに70歳を超えていると宗与との会話での記述が残っています。研修では関羽の下で呉と戦い北別では魏と戦い常に最前線で奮戦しながら長寿を全うしたのでした。劉禅と共に洛陽へ護送中に病で病没しているのは最後まで生き延びて劉禅を守ろうとした忠義からではないでしょうか。最後まで葬儀に忠誠を尽くした将司馬府。私は死ぬまで義の忠臣であり続けます。司馬府の大甥である司馬遠に禅譲して敬意を去る宗官へ司馬府が伝えた言葉です。一族が義から帝位を奪い、秦を建国し、皇帝となっても主君であった葬儀に亡くなる93歳まで忠節を誓っていました。
そんな芝生は芝居の弟であり、優秀な芝発達の一人として義をその優秀な才能で支えました。温厚で誠実な性格で野心を持たず、文才と学問に秀でていました。曹操が没し、曹丕が後を継ぐと、葬儀では悲しみに打ちひしがれる曹丕を叱咤激励しています。あなたは天下の規範となるべきお方、証人の礼は取られますな。そして動揺を隠せず、同国する義の臣下たちには、今は義王が没し、混乱の最中です。義の臣下のあなた方には泣いている暇などありません。そう叱咤すると、義宮廷の混乱と動揺を抑えて、曹丕への挺身の忠説をまとめ上げるのでした。曹営の代になると、諸葛亮の北伐によって義は幾度も侵攻を受けます。兄の芝居は第5次北伐の際は最前線で指揮を取り、芝生は土師尚書に任じられ、軍事の財政と支援を任されます。芝居が前線で職軍を食い止めて、芝生が後方で補給を支援することで、兄と力を合わせて義を支えたのでした。曹営は芝生の活躍を聞くと、臣下に尋ねます。土師尚書で軍事大務を担当する芝生とは芝居の兄弟であろうか。芝生殿は芝居殿の弟でございます。私は嬉しいことに二人の芝居を得たぞ。頼もしい限りだ。このように芝生の才能と人格は皇帝と宮中でも高く評価されていました。そして公平領の変では、芝居に従い政敵である曹操へのクーデターを成功させています。芝生が表立って活躍するのは芝居が亡くなってからで、芝居一族の長老として存在感を示します。甥の芝氏と芝将を補佐して文武につき、合肥新城を包囲した五の諸葛閣を撃退しています。しかし芝将の代になると、芝一族の権力と権威は曹魏皇帝をしのぐものになっていたのです。第四次皇帝曹髒は芝将の排除に動きますが、芝将の意向を受けた荷重によって殺害される甘露の変が起きます。芝将の権威を恐れ、曹髒の遺体に誰も近づきませんが、芝生は駆けつけ、曹髒の遺体を膝に抱き号泣するのでした。このようなことになったのは、私が無力だったためで、すべて私の責任でございます。そして曹髒の葬儀は庶民として扱う旨が発せられると、芝生は断固反対して王の格式に変更させました。芝将は帝位の簒奪を狙いますが、葬儀に忠節を誓い擁護する叔父の芝生には手出ししませんでした。そして大甥の芝縁が宗官を拝して帝位につき、臣を建国すると、芝生は宗官へ、私は死ぬまで陛下の臣下です、そう謝罪して、自らが最後まで忠節を誓った葬儀最後の皇帝を見送るのでした。芝生は芝縁からも長老として厚遇を受けますが、ひどく落ち込んだまま93歳の長命で病没します。長生きをしたために、本人が決して望まなかった一族による主君の廃位を見届けてしまう悲劇の人でもありました。生涯五に尽くした忠臣四代。今は戦乱の続く難しい時代だ。物事は10回ほどよく考えて行動しなさい。論語でも2回考えれば十分と言われている。10回も考えるなんて馬鹿げています。御年90歳の呂岱と48歳の諸葛閣との会話です。三国志演義ではわずかな登場しかない呂岱ですが、亡くなった年は96歳と今回最も長生きした武将です。161年に徐州で生まれ、戦乱を逃れ江東に移住すると、孫権に仕え、海警軍での反乱鎮圧で戦功を挙げます。215年には建州の貴族問題で劉備と孫権の争いが始まると、
旅網とともに調査へ軍を進めて占拠します。翌年には関羽に呼応した反乱が調査で起きると、ロシュクとともに軍を指揮し反乱を鎮圧するのでした。220年、旅代59歳の時に中華の最南端である広州獅子に任命され、各地の異民族と豪族の反乱を鎮圧します。そしてベトナムとの国境近くまで呉の勢力圏を広げて、異民族をことごとく従える活躍をするのでした。231年、旅隊は70歳になると、かつて活躍した調査に転属となり、慶州南部4軍や海警軍の反乱を平定します。すでに高齢ながら239年まで呉南部の辺境で多くの武功を挙げて、陸遜とともに慶州を治める呉の重鎮となるのでした。245年に陸遜が亡くなると、その地位を後継した諸葛閣とともに慶州を任されます。251年、90歳となった旅隊は、孫権が危篤となると、その病床で諸葛閣とともに呉の工事を託されるのでした。その時に若い諸葛閣への戒めの言葉として冒頭のやり取りがあり、諸葛閣に反論されるのでした。諸葛閣の傲慢な反論に旅隊は唖然として沈黙しますが、2年後にその傲慢さから諸葛閣は暗殺されます。呉の人々は改めて90歳を過ぎてなお現役武将として活躍する旅隊の言葉の重さを痛感したのでした。辺境の地にて難しい任務を着実にこなし、質素な生活で仕事に励む姿勢に、長笑の子の長笑から称賛されていました。広州時代は職務に励み質素に生活するゆえに、国元の家族に仕送りすら忘れ、家族の生活を困窮させています。そのことを聞いた孫権は、自らの側近を叱りつけ、直ちに旅隊の家族に多くの褒美と贈り物をして、その功に報いたのでした。今回のお話はいかがだったでしょうか。約1800年前の三国志時代でも、現代の長寿とされる年齢まで長生きした武将たちがいたのです。しかも動乱の三国志時代に、それぞれが生死をかけた戦場で活躍した人物たちでした。彼ら長寿武将の人となりから、私たちも長生きの秘訣を学べたらと思います。当時のモノノフの気持ちになって物事を推測する、今後も三国志の世界を生きた英雄たちの物語を紹介していきます。このチャンネルを応援いただける皆様、高評価、チャンネル登録をお願いします。また皆さんのご意見や感想もコメントでいただけると励みになります。それではまた、さいちぇーん。